久保さん、今回、不労所得の不老、不にしましょうか。よくあの、ね、不労所得で入ってきます、みたいな、何もしなくても入ってきますっていうのが、まあよくありますけど、まああとは一般的にその投資詐欺、まあ何十年前から今もそうなんですけども、利回り配当、も配当が配られなくなった。で、結局潰れて、どうのこうのっていう、まあ今、未だにありますよね。 でも僕、なんでそれが消えない逆にそのなんでそれがもう何十年前からもそれがあってね消えないのかっていうと、やっぱその人間のその弱いとこというか、うーん、なんすかね、まあその、海で、海というかね、何もしなくても天国パラダイス。 お金が入ってくる何もしなくていいっていう。僕が行き着いたのは、まあ確かにそういう商品は売れますよ。っていうか売れてるし、ずっと何十年前からもそういう案件があるのに消えないじゃないですか。っていうかそれを、だってもう事例が出てるわけじゃないですか。配当を配りますよっていうので、事例出てるわけじゃないですか。まあ実際事実のものもあるでしょうけれどもね。もちろんね。だけどそれが永続的に100年、200年、300年配当がずっと配られてるのか、まあ100年後生きてるかわかんないですけども、 なんかまあ、何すかね。まあそういうものを、なんだろうな。うん。僕は見てきて思うことが、うん。ちゃんとやろうですね <laughs>。ちゃんとやろうですね <laughs>。自分はちゃんとやるってことですね。地道にちょっこつ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 ビジネスやるってことですね。うーん。でもみんな、 やりたくないから、しょうがないんですけどね。でも、なんすかね、や、やり、僕ね、ニートも経験してるので、これ、ニートを経験した僕からお伝えすると、何もないけどお金があるって結構しんどいっすよ、多分。結構しんどいっす。お金はあるけど、何もやりがいがありませんって。やりがい何もないっすよ。だから要は、生きる目的というか、なんすかね、日々、 ただ、ぼーっと生きる。しんどいですよ。なんか熱中できるものとか、なんかその、ないときついですよ。で、僕は熱中、男、まあ、女性と男とちょっと違う部分あると思うんですけど、あの、僕はまあ仕事に、なんか熱中を注げる、なんかその、うん、やってて面白いと思えるもの、僕はそれは仕事なんですけど、な、なんかないと。お金だけあっても、多分しんどいと思います。本当に。暇で。 だ、ひ、暇を楽しむっていうのもいいんだけど、一生暇だとしんどいと思いますよ。多分、久保さんも動画を撮るとかね、なんか商品売るとか、一切何もしてなかったら、多分もうボケてますよ、多分。<laughs> ね。だ本当ね、何もしないって、まあこれは僕はあの、ドラえもんの、のび太くんの、ドラえもんの映画のワンシーンがすごく好きなんですけども、未来、未来人が来てね、未来人はあの、小型宇宙船に乗ってるんですよ、移動するときに、一人のちっちゃい宇宙船にね。 で、のび太くんがその未来人を見てね。なんでその君はちょっと動くだけでもその宇宙船乗ってんのみたいな。で、その未来人は言うわけですよね。科学が進化して、まあ小型宇宙船みたいなのできて、みんながこの乗り始めてね、歩くことをやめたと。で、歩くことをやめたから歩けなくなったんだよ。つってね。<laughs> で、のび太くんが、えー便利になるのも、なんかいいのか悪いのかわかんないね。みたいなね。歩けなくなるんだ。みたいな。<laughs> 結局ね、なんか、なんかやってないと、 生か,ななかねうーんまあこれは僕の考えなんでね人それぞれいや別にずっと一生暇でねものん,なんかただ食べてただ寝てただ食って寝て何のやりがいもない,いき生きる生きるとかそういうのなんか何すかねなんか何もなくてもお金さえあればいいっていう。 多分ね、僕はきついんじゃないかな。でもその人にとってはそれでいいかもしれないですけどね。だからそれは人それぞれの考え方、と捉え方だと思いますけどね。僕はお金もある。そしてやる、やれ、なんかその熱中できるものもなある。っていう、このなんかバランス感覚が非常に大事だと思います。うん。そう。例えば、まあ、あの、なんだろうな。うーん、北極と南極。 う月と太陽とかねなんかその男と女みたいな,このなんかバランスだと思うんですよねだこっちだけあればいいみたいなじゃなくてお金ももちろんあるしじゃあお金も稼げるスキルもあるしそのお金を稼ぐ上でそうやってる仕事に楽しみを持て,るだろうも持てたりとかなんかそのバランスだと思うんですよね多分不労所得をめあの求めてる人ってバランスが崩れてるだけなんですよ単純に多分今の仕事が楽しくて 今の仕事が楽しくて、給料も毎月100万ぐらいもらってたら、不労所得なんか行かないですよ。で、なんで不労所得に行くのかっていうと、多分今、なんか、しんどかったりとかね。その、なんか、生きる上でのウェイトバランスが崩れてる。お金が少なかったりなのか、その仕事がつまんなかったなのか、自由な時間がないのかとか、そのバランスが崩れてるだけであって、バランスじゃないですかね。言ってください。